前回は誠に申し訳ございませんでした。最初からね、こういう重々しいのもどうかなと思ったんだけどさ、もう今日はゲームねずっとやってるよ。あ、そうだ、あれの、あ、これでいいか。あのちょっとなんだろう、音声テストもしてなかったけどね。ね、ちょっとね、見てもらいましょうか。いろいろ分かったんだけど、まあ、ちょっとまずね、ここでね、こうセレクトボタンを押して、で、これ削除をして、あんまここあれしちゃダメなんだけど、これ、要は自動でセーブしてるんだよね。あれ?と思ってさ、これあんま触っちゃいけないんだよね、これ。うん、まあまあ、ちょっとやりますね。ちょっと、まあ今説明させて。まずね、あのリセットボタン かけて全部メモリーが飛んでまた最初から、読み込んで初めからするっていうのがリセットなんだよ。全部言うたらこうね、こうバーってずーっとプログラムっていうかね、あのいろいろこうやってああやって進んでいきましたよっていうのを原点の最初まで戻すっていうのはリセットボタンなんだよね。もうそれはもうコンピューターの世界全部リセットってあるんだよ。あのどういうのもリセットボタンっていうの、もう何かあった時に初期化に戻す、原点に戻すっていうのね。それでなんでメモリーが消えてるのにね、電源がついてるからそれでメモリーが生きてるのかなと思ったんだけど、なわけないよね。だからだって消えるメモリーとね、あの残るメモリーってそんな分別する自体がね、その根拠が分かんなかったくて、で要は自動セーブで残ってるから、もうだからこれを消さない限り、いやちょで、あの消したデータっていうのはまたやり直しました。っていうのはもう裏技使って、あのランクにあのバン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 ね、高得点が入っちゃって、もう得点入れないんよね。でおかしいなと思って、でずっとさリセットできない。何にさ残してるのかって言ったらセーブデータしかないじゃん。で、セーブデータ見たらこうほらね、残ってるわけだよね。こういう風に残ってる。だからこれを一回消して、でもう一回最初からやり直したっていうことですわね。わ、もう2分喋ってるよ。もう今回はね、もうクレジット1の時はね、完璧本気で負けました。もうでもこれも言い訳言わない。もう負けは負けだからね。んでちょっと、まずこれ説明のために、あ、これほら7位入賞ね、7位入賞。今見たでしょ。だから、その後7位入賞したんだよね。結構上手くなってると思う。あの、上手く勝ったら、その7位入賞ぐらいも行くんだよね。だから、ギリギリ3人ぐらい倒したら、何これ、羽荒れみたいなのいるよ、なんかこれ。うわぁ、ちょっと殺したろうかな。ベン。うわぁ、うわぁ、うわぁ、なんか、なんか半殺してしまった。うわ。で、これ、もう見ないでよ、こう。ちょっと半殺しちゃったよ。なんか、かわいそうでね。で、7位入賞まで行ったんだよね。ほんで、これで、ドット SD が入ってるから、裏技をしますと。で、これ7クレジットね。まあ、3だったから1周目なんだよね。最初3、クレジット3でしょ。だから1周目なんだよね。3で4増えて7でしょ。まあそれをどうでもいいってして、でもうこれやってね、まあ、こいつからやっていくか。でボーナスステージもね、一回裏技っていうかノウハウもできたけどね、要はこのタイミングでやったらクリアしやすいですよって感じだよね。うーわー、やべ、お釈迦様に怒られちゃうよ、こんなことしたら。やっぱ殺さない方がいいな、やっぱ殺さないでよ、これなんか。俺が地獄に怒るわ。うーわー、半殺しさせてしまった。もう、ピーチは折れねえ。自分が気分苦しかった。うーわー。これ4周目めちゃくちゃ強いから。たまたまね、このゲームをね、同時期に
生放送してる人がいてさ、その人が言ってたんだよね。何週目何週目で、で、全然、なんていうか、相手の強さが強くなっていくっていうさ、鬼畜なゲームだった。マジかよと思って。多分その人さ、裏技を最初から仕組んでたかもわかんないよ。ドラゴンダンスができねえって。うわーでも虫がやべ、二度とこういうことしないでおこう。なんか俺昔ね、そのキムシをライターで炙ってさそれで高速で移動するんだよね。それを見て笑ってたけど、ああ俺そんなことしちゃダメなんだと思ってさ、弱い者いじめしたらそれで心入れ替えて、うわーでも絶対にこんなことしちゃダメだな。半殺ししちゃった、なんか下半身普通にさせちゃった、虫を羽ありを。もう本気でいきますよ、本当に。でね、いやーもう今度はね本気でやるけどね。7位入賞だよ確かね。6万超えたら入賞なんだよ確か。6万超えたらね、ローマン6万超えるのがボーダーライン、6万超えれないのはもう裏技する資格ないみたいな。裏技をする何資格もないんだよな。もうガチでいくよ今度、本当ガチでいくから、もうドラゴンダンス全部いくよ。負けられねえ、全部ドラゴンダンスいくよ。いや負けれねえ。あれでさクリアしてたらもう俺このゲーム終わってさ、もう次のことやってた。だからなんかあるんだろうな。最後のクレジット一応本気でやったし、あのね最初にほら最初に押したらマックスで倒す、なんていうか、マックスでね、空回りできるよっていう、そういうことだね。確かにコツとしては合ってる。だからそのタイミングをね測るっていう目押しみたいなのもね、なかなか練習しないと無理だよ。ファイト！うわ痛そう、うわめっちゃ痛そう、なんか舐めてる、うわ俺はやってはいけないことしてしまった、なんかうわ虫さんが死んでる。うわ痛いだろうな。俺はなんてことしてしまったんだ。もう蜂とかそういうのにしか殺さねえ。蜂とかね、そういうゴキブリも殺さない方がいいんかな。なんかね家の中にさ片手ぐらいのさ電卓ぐらいの雲いるんだけど、あれどうしたらいいかな。電卓ぐらいの雲がいるんだけど、一瞬なんかなと思ったよ、なんか
それも怖いね。 YouTube であげようと思ったら逃げられた。これ変なボタン押した。そうだね、変なボタン押したっていうのも、あぶね、やっぱ怖っ。痛そう。やべ、動物は殺すべきじゃないな。なんかカーと蜂が殺さないでよ、これ。なんかファイト。ハッ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 。これを一発二発出したら勝てるわって思ってやってたが、懐かしいな。これ4周目、鬼強だから、だから4周目でもクリアして真のエンディング見る人いるんじゃないの。真のエンディング笑っちゃったけどな。次はイングランド。イングランドで一回一パート切るわ、もう。いやー、もうしょうがない。いろいろあったよ。いろいろあったけど、いや、最初からね。まい。そう、これね、普通にやってたらクレジット1上がるって結構ありがたいんだよね。だから昔のね、ゲーセンのほら、そういうあれしてるんだろうな。こいつ強いからな。こいつマジで強いから。あぶねえ。もう今回は本当に手抜かないよ。絶対手抜いてない。これ結局さ、ランクインって10位ぐらいに入るでしょ、ギリギリ。でさ、上にこう、何高得でやったらドッテ水消えちゃうんだよな。おい、負けた。うわ、やばいやばい。やばいって。負けたらさ、カウンターっていうか入れなきゃいけないじゃん、なんだ、ランキングに。じゃ消えちゃうんだって、ドット S3。まあ、全部ドット S にするけどね。全部ドット S にするけどね。なんで全部ドット S3 にしなかったんだっていう、もう、何回悔やんだことか。これだから無駄だからね、これ。この時間。まあでもね、後悔があるから、次の人生、なんだろう、こうしようって思うんだろうな。次のやつ強いぞ。これ実機でできないからね、なんか実機でずっとやってるっていうの、それもね、なんかね、邪道じゃなくて正攻法で、これは違法なんじゃないっていう、ね、そんな人いるけど、もう実機がもうできない。おいおい、危ない危ない危ない。こいつもちょっとね、だから空中で捕まったらダメなんだよね。下に潜り込んだら結構弱い。
これそうでしょ。だからもうね、点数高いからランキングするでしょ。じゃあ押し出しちゃうんだよ、ドット SD を。まあ全部ドット SD にするけどね、全部ドット SD にするけどね。こいつがランキングしてもドット SD にするから、もう全部ドット SD にする。じゃあ問題ないじゃん。くそーし、なんかなんでそうしなかったのかなと思うよね、本当に。でそれでさ、ドット SD を押し出してさ、裏技できなくなって、だから俺やドット SD やるためにさ、もう一回やり直したんです最初から。長かったわ、収録する前に戻ってさ、か考えたら長かったわ。ここまで3、4、5、あ、今のはちょっとタイミング来るかな。あのタイミングが難しいんだ、名詞の。なんとも言えない名詞。あれも名詞だよ。OK。ブロックヘッズ、散髪屋さんになるのこれ。なんだろうね。まあこれ結構英語多いと思うよ。外人のために作ったみたいな。でまた外国で受けたんだってね、これがね。消すなし、消すなし。あ、やばいやばいやばい。ナンバーワン。やばいやばい。真剣にやるよこれ。やばいやばいやばい。焦った、危なかった。ああいうね、一回なんかそういう、なんだろう、余裕があったらなんかあれなんだけど、体勢がね不利になったら結局人間ってなんか心境が変わっちゃうんだろうね。それでこう、なんだろう、リズムっていうかパターン変わっちゃうから。っていうか、もう切らないと17分、18分だから。一回長いんでこいつで切ります。こいつもドラゴンダッシュか効かないよ。よく倒したなこいつ。OKOK。 それでは、次回に進みます。